9番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。占い師です。6番さんが白と出てます。把握の方、お願いします。えっと、そうですね、トップアッーは結構不利なんで、もしよければ、あのー、役の方はね、あのー、1周目で出てきてもらう方がいいかなと思ってるけど、まあ、それはもう役に回すよね。うーん、そうね。 狩人、まあ、は、俺は、まあうんまあ、やっぱ狩人の判断でしてもらいたいけど、まあ、出た方が強いと思うんだよね、うんまあ、それはね、もう盤面によるから、何とも言えないよね。あと、そうだなあ、うんまあ、俺もねその、うん、占いが得意なわけじゃないから、その変な心ん切りはしないでほしいなと思うかな、うん、雑な黒塗りっていうのかな。 新下げみたいなねそれはやめてほしい1番のプレイヤーは発言してください一番ですよろしくお願いします9番さんスタートで9番さんが占い師を六番さんに白出しの盤面えっと僕も9番さんの言ってることはすごく名付ける部分はありましたそれは進行論云々の話ではなくて占い師に対してのえっと審議をつけるときの不当な殴り方ですね 仮にえっと村人がえ占い師審議そこまでついていなかったときにそこまで強い要素ではないけれども、フィーリング的な要素とかで、こっちが真、こっちが偽で、仮に新占い師を殴ってしまった場合、殴った人が村人だった場合っていうのは、新占い師の視点がかなり濁ってしまうから、明確的な偽要素、新要素っていうのを原告化できない限りは、占い師に関してのヘイトに関しては気をつけて発言するべきだというふうに思ってます。以上です。2>, 2番。 のプレイヤーは発言してください,、はい、2番です。ラビットジース、特にしようとはありません、ね、えー、そうですね。まあ、えー、9番さんと来て、キ番さんが占い師で、えー、6番さんにしろ、把握しました。えー、そうですね。まあー番さんの発言、うん、まあ、雑な、まあ、占いが苦手なので雑な黒塗りはやめてくださいと。まあ、そうですね。まあ人外だったら、まあ、その自分の弱みをさらけ出すっていうことは、まあ、し、 にくいと自分は思うので、えー、まあ現段階ではね、審、う、議、んまあ、言いうか、どっちかといえばまあ変なこと言ってるわけではないんでね、ねまあ、印象はいいかなと思って、まあ一番の進行論も特におおむね自分は同意というところですかねあと、例はあは僕はね、えー、2週目までには絶対出てほしいと思いますね。で、役の人は太鼓を叩くよりグレーにあの時間を使ってほしいです。太鼓を叩いても村目線はわからないんで3番。 のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。二番さん白です。二番さん白です。把握お願いします。えっと、二番さんちょっと声が小さかったので、工夫できたらちょっと大きくしてほしいです。で、ええー、グレーが一番さん、一番さん雑な殴りはまあ、無駄のためにならないって話でしたよね。その通りだと思います。私もなんか不当な。ええー、新規りっていうのはしてほしくないですね。 ところで、えー、ケバさんとは、まあ、宗教の違いだと思うんですけど、私は、えー、カリウドは絶対出てきてほしいですね。絶対出な、出ない方がいい盤面以外は、基本出てきてほしいです。占い幅狭めたいんでね。占い幅狭めたいんで出てきてほしいです。ところですかね。はい。最高のケバさんですけど、まあ、言ってること自体は、間違いなことは言ってなかったと思いますんで、2周目頑張ります。四番。 のプレイヤーは発言してください、はいおはようございます。仕事はございません。そうですね、裏返しさんに関しては1周目全然わからないです。多分1日目の発言としてまあんま分かんないかなと思うから、明日以降の裏返しであったりとか、そういうところで審議差つけていったらいいかなと思ってます。ただ、9番さんはあんまちょっと自信ないんかなと思ったから、まあ、位置的にも大変な位置かなと思うから、頑張れとは思ったかな。で、3番さんが2番さんにしろ、で、9番さんがえっと6番さんにしろか。 で、えー、グレーが1番んのみ。1番んに関しては一切色をつけられないかなと思う。ただ、あの、占い師の審議差をつけることによって、あの村、村をそれ、ていうの負けに導かないようにするために、頑張っていこうねって、引っ張っていこうっていう意思が取れたかなと思うから、1番んに関しては色は落ちないが、私の中での印象はいいかなと思ってます。こんくらいかな。2周目頑張りたいと思います。以上です。5番。 一番は別に特に精査する要素がないかなって感じなんで、二周目どういう発言を落としてくださるかってことじゃないかな。まあ、一番の位置だとでも、そこまで発言求められないかなとは思うけど、ね、一週しか発言聞けないから、方法、まあ、9の発言が二週目聞けるぐらいだけど、まあ、あんまり別に特に人外要素も裏要素もなかったと思うけどなと思ったから、4万は一、一週目聞てたけど、どうなんだろうって感じ別に んまあ別に誰でも言えるんじゃないっていうようなことしか言ってなかった気がする。まあ別に。でも印象がいいか悪いかって別になんだろうね。それも別に人外要素村要素も特に拾ってないのってこと同義だからまあ要するに何の生産もできないかなってい関してに感3の2白はどうなんだろう若干メタ的な生産になるけどなんかまあ少なくとも3番狼で相方どっかにいてなんか2番に白打ちたいってあんま俺だったら心理的にあんまなんないかなと思うけどなんか3番ではない。メタではない。メタではないかな。はい。まあそんくらい。6番。 のプレイヤーは発言してくださいうーん9番ってどこ白だったっけまあとりあえず俺は9死んでみるわ、うん、9死んでみるで今日釣り15番あなたも色付けしてないよねって話4番に対してね印象論は結局色付けたことになんないから結局色落ちないからみたいなこと指摘してたけどあなたも色付けてないじゃん結局だから俺は今日5釣り1にあげようと思ってるうん まあ、一4はまあ2周目でいいんじゃない一応、9の白先ちょっと把握してない。3は2、二ってのは知ってるけど。うん。あの、9のあの自信ない感じ、狼だったら出ないでしょ。ってことで、俺は9を死んでみようと思ってる、現状。うん。俺のあの、心理学、<laughs> 心理学に基づいた考察だから、今日は5番するよ。<laughs> 間違ってますけど。 のプレイヤーは発言してください、うん、9番さん、6番さん、あなたにしろね。9が6しろの2が3しろ。まあ私もね、メンタリスト的なねまあ方向性を考えてね、<laughs> 発言の一つ一つを拾っていくと、9番さんがね、うん、なんか発言からは占い師感情を感じたなと思ってるんだけどね。うん。役に関してはね、なんかあれよ。普通は霊能出るよね。うん。 で、カリド出すか出さないかって話。で、まあ、カリドも出た方がいいって人が多いね。あれで言ってみましょうか。うん。セミオープンしてさ。まあ、3人出たらね、内訳言えばいいんじゃないまあ、カリドさん、買えそうやからね、出ちゃうとね。噛まれちゃうから。<laughs> なんで、はい。私、例のかカリド、どちらか役です。はい。私、役,役職でございます。もう1人、グレーから出ればね。まあ、だいぶ場面スッキリするよね。8番。 のプレイヤーは発言してください,ださい7番さん、カリって言うんやったら絶対7番さん釣りから入るねんけど。うん。例能か人画と思ってる7番。7番の1ややったら別に例能そんだけ言うんやったら例能で出たらいいと思うし。はい。カリでそんだけもったいぶる必要性がないかなと思ってます。はい。例じゃなかったら7番さん釣りかなって思ってますかね。はい。あじゃあじゃじゃ例例は7番さん否定できるっしょ、ょカリっていう。え、ちょっと待って。 7番人形くさいごって。<laughs> なんか俺言ってるロジックへやってき7番くす人形くさかってんけど。ごめんごめん。そっか。ちょっと待って。え7番ちょっと待って。7番が霊能やったらつりた。えじゃかりやって。違う7番れいのうしてちょっ,と待ってわからんななきた <laughs> 7番が怪しすぎて。7番怪しいやろこれ。7番確定人形やと思ってる。そんな感じかな。すいません。西目がまります。9番。 のプレイヤーは発言してくださいまあいいや聞こえないあマジじや聞こえずか。 1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、2周目よろしくお願いします。5番7番が霊媒対抗になりましたね。9番3番が占い師対抗22番目です。この場面は基本的にはまああのー、あれですね。まあ、いいと思います。9番さんに関しては2周目全く聞けていないので精査ができないですね。 カリウド使用了解し,ました <laughs> じゃあ5番が例の7番カリード盤面が結構いいんじゃないですか、うん、グレーから2百出てきてるってことは <laughs>、えっと、初手覚悟が入ってなかった場合実質点数村だから<う>、えっと、4番と8番こ,ここに関して今日処刑をしたいと思っているけど俺基本的に。 えっと、初日のグレランは、えっと、どこ釣ってもいいかなって思ってるこれは9、えっと、人局超人気ときて2一番面の時かなこれ初日の結果ってその人の遺言で大体白黒がつきます。じゃあカリウドがそこの 見たい人、遺言を聞いて、白だと思ったら新占い師に護衛をすればいいと思ってるし、黒だと思ったら素直に霊媒護衛でいいかなっていうふうには思ってます。8番の7番が確定人外だっていうふうな要素に関してはちょっと分からなかったから、現時点で釣り位置を上げるんだったら、4番、8番を比較したときは8番ですね。7番さんは、えっと、霊能化狩人というふうなギドラっぽいシードを使用していただけで、その役職を懐柔しなかったから7番が確定人外 いやあの段階で7番さんは役職を持っているというふうな思考開示をしていたがそれを開示しないから人外という8番の7番に関しての要素は少しおかしかったかなと思ってますはい4番さんは自分に対しての精査が実質点だとそこまで悪く見えていないというふうな精査だから実質点からは4番さんの印象がそこまで悪く見えていないといったところですかねはいそんな感じだから4番さんがスムラだった場合8番つってクロスして両白だった場合って 八番が人狼、もしくは片黒が出た場合、そこに人狼がいて、占いの打ち明けが進路かなって思ってます。以上です。二番のプレイヤーは発言してください。はいえー、まあ僕もその七番さんがその、狩人か霊能っていうところで、まあ、たぶらかす必要はないのかな？とは、まあ、個,人一個人としては思ってたんですけど、まあ、あれだけで、その八番さんが七番さんに対して確定人外だと。 っていうのはいかがなものかなと思いましたけど、まあ、率直にそう思ったんであればまあいいのかなと思うんですけども、まあ、それ以外、八幡さんが全くそのグレーであったりとか、役の人に全く触れてない <laughs> ので、もう精査が不可能なんですよね。うん、もう情報が全く落ちないっていうところで、まあ、現段階で自分は八幡さんに入れようかなと思います。まあ、4番さんはそのグレーが1番さんしか1周目の段階でいなくて、 まあ特にその真っ当なことを言ってたっていうところでは、まあ、現段階のグレードは8番さんですかね、1番んもまあた伸びてたと思うんで、まあ、4番さんがよっぽど変なことにない限りは8番さんですかね。あと、霊能は絶対釣り切りです。はい。絶対釣り切りです、霊能は。釣り切り。 3番のプレイヤーは発言してくださいはい。盤面をあの把握できていない方がいらっしゃるので整理します9番さんが6番さんに白私が2番さんに白霊能者は5番さん7番さんは自称霊能者をうんあスライドっていうかカリウッドすらす。霊能しようかなカリウッドすラ。21ですね 2番さんは、えっ、ー、と、例の吊り切りって言ってましたが、1人しかいらっしゃいません。えー、っと、そうですね。8番さん、私が8番さんの位置に立ってたら、いや、な7、7、何々ってなると思いますけどね。7番さんの位置で例のだったら、例の出ればいいし、カリードだったら、もうちょっと後に、例のが出た後出ればいいしで、しかも7番さん自身がさ、普通例のが出るよね、みたいな話してたから。 な何,何なんだろうってなるのは自然だと思いますけどね。そこ,こに対しての、えー、っと、そうですね、1番3の、えー、っと、殴りがちょっと不当かなと思いましたね。しかも、黒すらないして白白なら8黒で4の標回し,紹介しもしにってる感じもしたかな。黒すらないして白白が出ることを知ってんのかなって感じで、4番3味方につけて勝とうかなって思ってる感じが見えましたね。 今日一番さんずれていいかなって思ってますね。八番さん、えっと、二番さんみたいな振り方あったらわかります。二番さんはもうちょっと他の役とかに触れてよかったんじゃないみたいな振り方あったらわかるんですけど。ちょっと不自然だったかな。一番さんが八番さんにロックオンした感じがしたかな。思いましたね。ですかね。まあ、九番さんはちょっと話せなかったんで、まあ、九番さんの席、本当に呪われてたのかもしれないですね。 またた喋れななかっっちょっと申し訳ないです、ね、4番のプレイヤーは発言してください。えー、今現在不、この村の不安要素は2点ですね。えー、えっと心理学者が2人いて、人狼差がしっかりできるのかっていう点と、9番さんが死んである場合は、明日今日今2番目やから、明日決め打ちになるので、9番さんの発言が落とせていないというのは、明日の決め打ち番面です9番さんが死んだ場合は非常に残念。まあ、9番さんが狼とか人外 あるんであれば、まあ、こっ,ちラッキーってだけなんですけど、えー、8番さんに関しては今2一番面で、えー、占いに、えー、と狼が出てる場合を仮定したら8番さん強人もあるんじゃないかなと思った8番さんが黒はないかなとちょっと思ってしまったっていうのは、えー、と8番さんはずっと7番さん偽じゃねってだけですごいテンパってる発言が60秒続いたと思うんですけどこれで黒でやったらだいぶ さすぎなないかかと思ったから八ん黒ではさすがにちょっと他にも精査入れるかなと思ったから八番さん強人はあってもわ,かわけわからなくなっちゃった。<れ>あでも黒はないかなと思ったからただ今現状二1番目やから強人目っていうので八番さんつんのはなしではないかなと思ったかな。で三番さんは一番さん叩いていたからそこは視点の違いかなと思ったからただ一、うん、番さんに関しては、まあ、目線はスッキリしていることじゃ。 好き一番さ目線のスキルスたメ線を提示していて、あんま黒いとは現状思ってないです。かなだから、まあ、81で比べても8番さんでしょって現状思ってるから、今現状釣りは8番かな。8の狼指定されてて1、8黒いと思わないんだったら4番さんは同じで、8番,、ね、番さんは心理学者だから、何が言いたいのか分かんないしで、今現状3級で占いの審議はつけられないので、全然他は分かってないです。8番さんが、 ちょっと臭い部分もあるし釣ってもいいかなって今思ってます。せめてそうやったら新技作つけないとね。うーん、なんか4もあんまり白くないな。ね、そうなんか、あんまり白いやつがいないてかむしろ8一番釣りたくないけどな。たぶん8は無駄だと思うから8は釣りたくないけど、大手1かけしたんで結構好き勝手にやらしてもらおうと思ってるけどね。例の引いたからさ。 なんていうかさ、二二陣形とかになったらさ、ちょっとさ、なんか霊能って扱い本当にクソだからさ、ちょっとおとなしくしてようと思ったけど、まあ、一角したんでね、ちょっと好き勝手やらせてもらおうと思ってるけど、いや、ちつらんけど、俺は。むしろ俺も6や指定釣りしようかなと思うぐらい、一回も,も人外ロックしてたけどね、でもなんか他にも人外臭いやつ多いから、ちょっとこれ、若干思考変えた方がいいのかなってレベルなんだけど。うん <laughs> 2番もなんか把握漏れしてるからあんま白くねえなと思っててか3番の西白って3狼だった場合まあ強とかだったらちょっとまだわかんないけど3狼だった場合2、3でしかやんないんじゃないかなっていうなんか白の出し方だったから、まあ、それこそも片芝も含め精査してほしいんだけどむしろ8は除外で1、2、4、6の4グレランにしてもうこれ例の権限で、ね、8は8に票入れないでもう8は8除外8除外もう1、2、4、6ね1 2, 4, 6、2、46別に片芝でも全然釣るようだって別によくない なんか、片白釣っちゃいけないって言ってる人の理解ができなくて、だってさ、占い師の白先が役に刺さることとかだと全然あるし、強人に刺さることだってあるわけねなんか。えむしろ、超人気って結構さ、二一人形だった場合にさ、ロ老囲いしないとさ、初日に釣られた場合、黒結構したら占い振動で出てたらもう勝ち負け格みたいなもんだからさ、結構初手格好多いんだよね。だからぶっちゃけた話、片白なんてガンガン釣っていたらもう超人気だったらね。はい。というわけで、はい、一二四六のぐらいなんで八条返します。一ちょっと強人っぽいけどね、なんか。 なんか強教室として俺1かなと思ってるんだけど、なんか1週目の進行論とかもなんか2週目のなんかちょっと、いや僕結構八村っぽいと思ったから、<laughs> まあなんか一番がそれをなんかいろいろ理由つけてなんか結構塗ってなんか釣っていこうとしてる感じとかなんか、あと26なんか26白白っていうけどなんかそうなんかな、なんか盤面整理適当にしてるだけな、なんかこの適当感って狼っぽくは逆にないから、なんか1強一かなって俺は結構思ってるんだけどね。まあそう思ってるよ。まあ8条がいいね。1? してくだ教師。あんたに教師はないんだ。で、殴り返すのやめてもらいます。す結局、僕の黒ロヨも明確に上げれてないんだから。八の白ヨスも明確に上げれてないのに。あなたは頼りにならないよ、うん。心理学者の僕を釣ろうとは本当に愚 <laughs> かな霊能師ですね、本当。あの片白釣るぐらいだったらクロス占いの提案ぐらいできなかったの。 もうそういうところが5番さんダメなんだよ。黒いんだよ。まあ、例のなんだけど。8番は比較的に黒いと思うよ。七叩き、不当な。じゃあ七にしか触れてない。周りの人の発言聞いてなかったんでしょ。この人、狼で。狼 <laughs> であぐらかいてたんでしょ。ね周りに一切触れずに七叩き。直前の人の発言しか、直前の人をなんか一方的に叩く人って、 まあ心理学的にあの周りの人の発言聞いてないから <laughs> 直前の7番しか叩けなかったと思,思ってるよ、俺は <laughs>、うん。8番に関しては。全然狼目もあるかな、興味もあるし。8から行きます、僕は。3が8や村っぽいっていう視点がわからない。3級だったら、圧倒的に3番にせ。6番に対する精査が一切なかった。初日過去を追わなければいけないのに3目線。 それを追わずに一切僕に対しての精査がなかった。僕の白が透けてるんでしょうね、三番さん。うん。まあ、番さん、次の日僕に黒を出すしかないですよ。僕の票はもうあなたに行くんで、二日目の。僕の票は回収できないんで、二日目僕に黒を出すしかないですよ、三番さん。今日は八番です占い対してが多すぎるあ。あの、まあ、四番さんね、あの心理学者二人いるんで <laughs>、って言って,言ってましたけど、あの、七番さんは心理学者じゃないんで。 はい、2人いたらゲームバランスが崩壊するんで。だから、相手がつかない方がいいですよ。7番、プレイヤーは発言してください。さい,いや、俺、心理学者じゃないけど、メンタリストやで。あのね、5番さんに言いたいんだけどね、形はつらんし、初日に。なんで役士をしてくれんかったん 最近人間が霊能使用しないこと多いからさ。これ、ゴーナー役って何の問題があったのまに。<laughs> 俺が噛まれるとかいう話も確かにあるよ。でもこうなると俺がね、占い守りできないよ。さすがに初日に釣ったグレーの色見なかんからゴワサマブロカラ。番さん守ね、やべ、人もセレミシャー始めた。ジガミオ一応はなカンカラ。もセミオープンなら狼占いカみにくいし俺が占いを用ね、ゴエするって選択もあるんだよ。そうそうゴワサカミ抜かれんからさセミならね。オとのね、カミの駆け引きできるんだよ。 じゃあ2周目すればよかったく、ね、ってそ,<れ>そうそう。それするなら。今日はグレーつって、で、俺噛まれて、占い師クロスしてもらいたいね。で、クロスで白白出たらさ、2日連続グレーっていいから。それで PP はね、ほぼほ,ほ,ほぼほぼ起きないから。で、3日目にね、占い決めュちで、もしパンダができたら、<laughs> まあそのパンダを作った占い師を作るか、やばすぎるパンダを作るか。<laughs> るまあそこはね、キミュちっていうね、いいと思うけどね。まあクロスしてほしいね。うん。 で、その白白っていうね、時は、もう、うん、グレーツってきゃいいんだ。よ。グレー詰めてから、ね、あ回目でない決めるゃいいんだ。よ。8番さん、この進行どう思う8番、のプレイヤーは、発言してください。うし、9番がちゃんと喋れるかどうかもわからんからね、それ把握しますか、7番さんっていうところかな。 で、普通に狂人がくそいなと思っていて、一番もどこつってもいいって発言がくそ怪しかったし、四番が俺のこと強乗りしてきたのも怪しいし、俺狂人やったら絶対例の出るから、六番も八から行きたいって言ってるからさ、ワンチャン2、二三、狼の六狂人もあるんちゃうかなと思ってんけど。あ、はあ。いや、五番さんが言ってることが間違ってないと思うねんが、俺はじけるやろ、と、俺が狼狂人であんな七ぶっ叩かんと思うしえンポジで。かわいい。 よく分からんかなと思ってる。んなんで3番さん怪しいかって、占いの精査では9番の話は全く聞いてないから、2番が怪しすぎるからね。2番って結構破綻しとって、例の釣り切るだけじゃなしに、俺の精査、役に触れろっつってんねんけど、俺の時役触れられへんねんけど、57出てない状況だからね。7番は役って言ってるけど、7番に俺は触れてるから、5番役出てない状況やの2番っていうのは、8番釣りたい。57に触れてないからって、役に触れてないからって言ってんねんけど、おかしくないか。盛りやりすぎ っって思ってて思聞いてたかな、うん、だから、視覚的に、えーっと、6番の方が俺は人外っぽくなく見えるんだが、強人は全然あるんかなと思ってる。だから、2、3、狼六6強人とかも全然あるんかなと思ってるしな。6番が3ぶっちゃたたいてることから、占い位置に入ってるのも強人くさいし。<え>でも、1番三のどこをってもいいやっていう理論も全く理解できんし、4番の俺の強人塗りも全く理解できんから。 グレーから行くんであればよく分かりません。はい。俺、もし仮に辛いでも確実に白しか出えへんから、5番さんの進行で俺、普通に、片白でもいいんちゃうかなと思ってんねんけど、2番がやすぎるから、はい。2番さんは白は誤りますか、僕は。投票を始めてください。 違う私じゃありません。何かの間違いです。8番のプレ。いや8りはなくね。8番。 のプレイヤーは発言して9番さ投票できんのできんにやったらええし発言できんにやったらまだ全然チャンスあるから俺知らんやけどな879269ね, 6, ね6番強じんくさいなマジ9番漏れ投票かまあその理由も聞かしてね俺は白結果出たからもうスルーじゃなしに俺に投票した人はんで入れたか言ってね俺は2番がくさいなくさいなってやっぱ思うんよね ごめんやけど。で、グレーから怪しいところがオオカミっぽくないっていう感じ。強人臭いなっていうところがいっぱいあるわ。オオカミ臭いのは2番しかなかったから、俺2番行くっていう感じかな。だってさ、例の今日しか見られへん状況やで。今日は確実に色を見れんねんから。7番が鉄板守りするってんねんから。だから今日は白じゃなし、黒釣るべきやねん、強人じゃなし。だから2番攻めてもいいんじゃないかなって僕は思いました。 いやー、殺す占い,い。まあ、ぞくは、村でつられてしまったら、申し訳ないし。なんか、何。六に白出しても、六人。黒が出ても、他占っても、六から文句言われそうだな。うん。むずいな、四万が一投票か。いやー、マジ分からん、この投票先では。でも、俺、やっぱ、二番が臭いと思う。二番っていうのは破綻してるから。<laughs> はい、あ。 てところかな。三番もなんかやたら俺のことを白いって、評価収周しに来たんかなと思ってる。九番が喋られへんかったからね。うん。でしかおらんじゃん。しれなかったりしたら、ごめんやねんけど。<laughs> でも、過去一しか見えへんな。いやー、二番は並べなんか狼っていうか、狂人くさがった。どこでも釣っていいとかいう発言てところでしかね。はい。正直わかりません。六番はね。やばいんでね。 人外ではないと狼カミではないとあ、はい、って狂人かいやーわかるいやー迷うこれ占い師は目を開けてください占い師は見る相手を選んでください4いっときてえけどなー まあでもなんで六いかなかったのってなるかいやーもったいねー余計なこと言わんでましたマジ やもガチ占いたくなかったけどまあカレイド様の言うことに従ったってことでしょう朝が来ました昨夜死んだのは7番もう8クロじゃないと9番のプレイヤーは 黒だよな。はい。え3に黒ですね。8、明らかに陣外だったでしょなんで8いけないうん。なんでさ、8ってさ7、7をなんで見てるんだって話でしょ ?8 ってさえ、こっちが強陣、こっちがあれだ、あっちがこっちだって。いや、明らかにもう陣外でしょ ?7 番さんの方がムラリがあるでしょなんで2二0確定する可能性は いやー、これニーズルになりそうだな一番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、二周目よろしくお願いします追加しますね <laughs> えっと、俺は昨日の五番の進行に従っただけ 一獲れ同者が基本的に進行を取るべきだと思っていて、確定役職が8番を釣らないというふうな進行としたのだったら、絶対に8番には投票するべきではないというふうに思っている。これは票ぶれが起きるからですね。えっと、基本的にオカミって投票でしか釣れないから、まあ、あの、投票を固める行動がいいかなって思った。昨日の段階では9番の発言が聞けておらず、3番さんが1番を釣りたい。それは8番が狼オカミに見えていなくて、 4番の評価値を測っているんじゃないかなっていうふうな切磋をしていたから、現段階で3番が偽かなと思っていて、3番の白先の2番に投票しました。グレーにあんまり狼っぽいところがいないと思ったからですね、俺が狂人っぽいっていうふうな様子は分からなかったけども。 ただ、じゃあ2番3番狼で8番白結果見えてますよね。俺8番はもう白だと思ったから絶対投票する気はなかった。じゃあ2番3番狼で6番に白打ちしたとて、どうやって戦うのかなって若干疑問が覚えている。2番3番狼で6番白打ちしたときって、6番の表って必ず3番に入れるって言ってることから、3番が6番の色見て白って言ったところで、6番の表って昨日から変わらない発言をしていることから、2>, うん、2番3番でその行動するのかなって思ったときに、えっと、 8番白結果だった時の視点的に自視点村だから完全グレー位置の4番が黒位置になってくるかなってなった時に2番3番が死んで9番とつながる4番もしくは2番3番この2択しかないかなと思ってるから3番の発言はしっかり聞きたいと思ってます、うん、23ロ楼か94ロ楼かこの2択かなっていうふうに思っている表示位置は分からないけども、えっと、6番さんは村人だったら えっと、じゃあ3番が陣外で6番に白を打つ行動っていうところもう両面精査した方がいいかなって思ってますね以上です。9番ーーさんが自分に対して黒っていうことで、まあ、自分のやつに9番さん2世確定したんですけども、えー、あ昨日はすいませんね、えっと、7番さんがスライドしたっていうところを見落としてたんで例の定義って言っちゃいました。 えー、それであと8番さんがなんか入れた理由をちょっと入れ自分に対して入れた人に対して求めてたんですけどもうんそうだな、まあ、8番さん、まあ、黒とは正直そこまで確信まで至ってなかったんですけど8番さんが自分に対してはロックが入ってたんで、まあ、自分自身は自分は村人っていうことが分かってるんですけども自分に対して都合の悪い票ていうのは早めに消しとくに越したことはないと思ったんでね。 うんまあ、ロックが入ってたんで、8番さん早めに消しとこうかなと。危ないんでね、と思いましたね。で、えー、これ8番さんが、えー、仮に村だとあの、僕釣ったら負けます。はい、村目線パンダ釣りが妥当って言い出すと思うんですけど、人内の人っていうのは。ただ僕釣って、8、えー、番さんが陣外だと負けます。はい、負けますので、確実に今日は9番さん釣ってくださいって言っても、まあ、どうなんだろう。9、う、番、ん、さん釣ってくださいっていう僕がいたとって、じゃあ9番さん釣ろうって。 ななななななららないいとなかなかならないとかか思うんですけども、うん、下手したら明日 PP 起こっちゃうんで僕吸っちゃうとね、うん、なんで、えー、自分が、えー、言えることはまあ九番さんを釣ってくださいっていうぐらいかなまあ九番さんが強人なのか黒なのかっていうのは分かんないけどもうんぐらいかな、まあ、とりあえず自分は釣らないでください、はい、PP 起きちゃいますよ下手したら8番さんが村だったら3番のプレイヤーは発言してください えー、8投票だけはないよね。村支店もさ、2人会見えるよね。私視点さ、2強人なのかなって。まず強人が、ちょっと多すぎるんだよな。<laughs> いや、8投票だけはないでしょう。5番さんがね、8に入れないでって言ってるんだから、それに従わないと。ただ、1番さんの2投票も、結局、2に集まるわけはなくない 有効票ではないよね。うーん。まあ、気持ちは分からんでもないけどね。気持ちは分からなくないけど、昨日の時点で2のを私精査したら偽とか言われそうだったから、2に触れなかったけど、霊の吊り切り扱もおかしかったしね。あ、そうだ、でも違うわ。2番さんね、霊の吊り切りって言ってんだか。あ、2の狂人は否定できるわ。その2が自分自身が狂人だったら絶対、 把握してるし、強人だったら新郎新郎になるでしょう。だから例の、出るわ、例の釣り切りなんてことは絶対出ないか。いや、でも人参がりくせえよな、えー。6番さんなました。もうこれはね、クロス占いをね、7番様から、あの、指定されたので、クロス占いをしました。4番に入れたりなんですけど、4番さんってさ、えっ、ー、と、8強も回るって言って、大回目否定してるのよ。グレーの中でね。 で、1は黒いと思わないと言ってんのよ。ってことはさ、もう、視点詰まっちゃってんだよね。もう相方が、えっと、クロスで、えっと、黒を出す。あるいは自白なんだよね、これって。だから昨日4に入れました。投票見てほしい。私4に入れた。これ4級だね。ところだなぁ。うん。今日9番さんに入れてください。9番さんに入れてください。4番。 のプレイヤーは発言してください、うん、今の3番さんに反応しておくなれば自白ずっていうのは不当かなと思っていて占い師に黒がいると仮定した場合っていう話をしていたからそれを自白と取るのはどうかなんなんでそれだった自白じゃないより<笑><笑>えまず一番さんに投票した理由を述べておくと確定役職の なおさら自白でしょ鉢を釣るなって言ってたので鉢を釣りをしないっていう選択をしたところであー、まあ、ちょっと裏腹な話すべきだった <laughs> ちょっとイラン発言が多すぎたな勇気がなかったというのは9番さんの発言が一切聞こえてない中で,のい中で片白を釣るっていうのはほぼ私に からすると、決め手に近いと思ったから、それの勇気はなかったから、私、視点の完全グレーは一番だ、いやー、しまった。えっ、ー、と、グレーをするに、オオカがいるんだったら、えー、占い精査と、片白精査すべきって話。9番さんが今日になっても発言が聞けないから、九番さん占、占い師をするときって、片白先とか、黒先とかじゃなくて、占い師の発言を精査するべきやと思ってるんやけど、9番さんの場合は精査ができないから、非常に困っていて、ただ2番さんは黒いなと思った。 今日はずっと窮屈ってねしか言ってないしじゃあ二番さんが三番さんの芯を証明するときにじゃあ二番さんしてんで黒はどこなんですかっていう話を一切してないっていう点で二番さんがすごく黒いかなと思う。で一番さんっていうのは一番さんがちょっと今日白いかなと思ったのは一番さんがあの 2が黒いと思っていて23ージを捨ている中でわざわざ私と49番さんは繋がってるよね4923どっちがかなっていうのにわざわざ私に喧嘩を売りに来る必要性はないと思うから黒であれば1番さんは私の表を欲しがってるように見えなかったから1番さんは狼っぽくないなと思ったからシンプルに2さんが狼かなって今現状思ってしまったかないやもう一回食べらせてほしいい,いやしまったなのプレイヤーは発言してください,ださいあわかんね。 いやー、チ釣りだけはないと思うんだけどな。まあ、いろいろ試行再整理すると、なんか6の,6のクソオオカミも多少だったけど、まあ、なんか表整理だと6オオカミではなさそうだなと思ったし、うん、で、1弾はどっちかっていうと今日ムーブかなと思ってたから、まあ2か4でっいいかと思って見ろ見る一なら、まあ、どうせこの村じゃ2番集まんないかなと思ったから4に出たけど、むしろ2番の方が滑れたのか。いや、同票か、その場合。うーん、でもなんか、 どうだろう ?2 番は確かに白くないんだよな。2番は確かに白くないけど、9と3だったら、戸次さんの方がまだましっていうか、9の発言、いや、どうなんだろう ?9 って8釣りたい意味が分からないんだよな、9視点でなんか。9視点で8ってそんな人外に見えると思ったから。うん、あのね、じゃあ,まあ1番、まあ2番、2は正直全然白くないんだけど、2の8投票はまだ100歩って分かる。まあ、正直、2番も俺の指示に従ってないから、俺からしたらだいぶ心象悪いけど、9の8投票だけは一番出てないんだよな。まあ、6の8投票も。 ままああでも一、まあ、だって八って一応2 3六強って言ってたからまあ二と六がじゃあまあま8ぶし込むなかるけど九地点で八陣外に見えた理由が全然わかんないんだよな九、うん、の八投票だけは本当にわからんなんかまあもう理由説明してって言ってもこれカットインとかないからできないと思うけどあとなんか二三六ですねってバッて言い切ったのもなんかうっとはなったかななんかまあ一応二六をわかっても三強もあるじゃんかとはちょっと思ったけど、ね、まあ基本的には二三六六には見えると思うからまあ別にそれはちょっと若干不当かもしれないけどどうだろうと思ってまあ一応6章指してるから、ね、ただまあ まあそれに関してはちょっと発言ができてないからっていうのはあるかもしれないからそこはまあどうだろうかなって感じするけど。うん、な,なんか難しいなこれ。うん、で、あと4の精査すべきだ,どうだろう。でも3視点だったら8結構消したい位置だからなんか。うん、まあ9かな。なんか9の九の8投票が一番消せないからまあ9の方が偽っぽく見えるって感じ。6番。 ー,くださいうーん8投表したから九がにせっぽい八を村沖きできたのかって話んゃないのそもそも。じゃあ九の相方はどこにいるのか、そこを提示しないと、5番さん。僕は二番さんに投票しようと思ってる。だから言ったよね、三番さん、俺に黒出すしかないって。勝つなうん。うあなたは勝つ気ないでしょ、俺に黒の,の何。なんとでも言うじゃん、やっぱり。結局あれでしょ白出したんでしょ。 うん、他かゆらなっててもそう言うじゃん。面白くないっていうのは5も2いかんと。三番めっちゃ5の評価集してたじゃん。5番さんが言,う言ってるか8釣りはないよって。めっちゃスリスリしてた評価集っての時系列違うし。評価集って昨日の時間に言うかしら。評価集されてるってことに気づかんと5番は。<laughs> あなたはわかりやすい人なんだよ。 俺が叩いたじゃん、5番。そしたら5番って俺のこと黒く見て、6が白くないからな、つって。2個を殴ってんだよ。それ、それを3番聞いてたから、あ、こいつって評価収しやすい人間だなって思,思われて、うん、5番に今日すり寄ってたじゃん、めっちゃ。た3番さんうまいからね、そういうことしてくると思う <laughs> 5番さんあや操られてる、今3番に。すり寄ってる。うんうん いやー、もっと四七すべきだったな。今日めっちゃスリスリした。いや,話いや、でも、二か、黒すぎるんだよな。まあ、九のあり方があるとしたら、一番やいや、おにいの話は、それではしかない方がかったか、うん。まあ、五番さんの言う通り、八つ、釣りはないと思ったからに、投票しましたって、めっちゃスリスリされてたよ。五番。うん。あなたは、単純な思考回路の持ち主だから、操られてんだよ、人外に。うん、気づけよ。 理学者うん、いいや4の話もちろんすべきだったな4はえっと1黒いと思わなくて8強と思うんだったらどっちが黒いかそして占いがどっちが偽かって話をしなかったのその一切話をせずに両方とも白し,ししたのがおかしいよねあ けど6残される9番のプレイヤーは発言してくださいあ6番さん言ってくれてるけど、5番さんっていうのは自分のなんていうかな5番さんの指示に従ってるかどうかみたいなところで精査してるからね。うん、まず7、8で1人が打ちが今日はどこ行ってもピペ起きないわけ。ま、ず2番さんがピ,ピーもう懸念してたり、3が2の強、ね、陣を追ってたりすることが、もう2、3が破綻してることが、例のほうは分かってほしい、それぐらいは。 5番さんは噛まれるんだろうけど、うーんとね、まあ、6番さんがいるから大丈夫と思うけど、8番さんは、えっ、ー、とね、まずそもそもなんだけど、5番さんに言いたいんだけど、8行くかグレーくかって話なんだけどね、そもそも、そもそもだけど、あの明日し要は今日審議しなきゃいけなかったわけじゃん。まあ、俺は8が偽だと思ったけど、まあ、7が噛まれてるから1陣外で今日外してもよ,かよくなったけど、 今日、なんていうかな、7が噛まれてなかったとするじゃん。その時って、どう、どうする例えばさえ、俺が噛まれてましたってなった時にえ、7も残ってる。下どうするのあ、じゃあ、7、8が残ってる状態よ。1噛まれて、えっ、ー、と、例えば俺が噛まれてって、あ、じゃあ、1釣って俺が噛まれてたごめんごめん。発言が動くしない。で、7、8が残ってる時よ。5番さんは、8が、 えっと、真だと思って、ナ,ナが偽だと決めてるからでしょ俺は違うの。ほぼほぼフラットに近いけど、八の方が偽だと思ってるわけ。うん、だから八が強人だと思ったし、強人であちこち塗ってると思ったから八行ったし、実際にナ,ナ噛まれてるじゃん。俺が八行ってナ、ナを噛むメリットがないの。だから俺が圧倒的に真だってことは、6番さんとか分かるんだよ。分かる八行って、ナ,ナをロラしようとしてるから1陣外なの。 八って株なんてバカでしょ。そんなことしないでしょ。あちょっと Wi-Fi 切れてたのごめんね。ずっとごめんなさい。<ー>切れてたのハチカリだと思ったフェ、まあ、アじゃないな。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手をしてください。私は全員です。いや,ーいやー、ちと説明不足だと思ったけどよく。

が来ました昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーろ発言してください。ちょっと、ね、ごめんなさい。もうキュマさん、マジでごめん。ちょっと魅力上げるから許してほしい。ちょっとね、このまましんどいわ。人界を過ぎて、あの、ごめん、ギブアップする。無理。 なんか、ちょっと、まともな部分じゃなかったから、ちょっと、楽しくなくなってきた。本当にもう、やったか、と、自爆するんで、キューマンさんにはマジで申し訳ない。勝ちずもあんま見えんかった。ごめん。マジ無理。もう無理。ほんま、ごめん。ごめん、自爆します。そんだけです。5番のプレイヤーは4番。4番。キップしました<え>。ゲーム終了。<laughs> 村人の六狂人六狂人だった狂人すぎて狂人すぎて狂人じゃないいや狂人まあ狂人だよねお前狂人か。 2強人否定できるし8強も否定できるしまあ1強あって1強66 <laughs> <laughs> は何だったんだ笑ってまうわいやよくよく投票してくれたなえこれめっちゃ知りたいな投票理由 5番さんもよく9言ってくれたな。まあ9して1投票もないし、まあ、4、ああ4釣られると思ったのか。まあにしても、片白釣りだけは絶対しちゃいけないですけどね。片白って偽の結果であったとしても情報だから、まあ、2番さんに投票した人いたけど、2が黒いって思うんだったら9の結果見ればいいし、 もったいなさすぎるね片白釣りは2釣らずに23ローって見るんだったらそこからの、えー、どういうラインが出てるのかとか発言えっ、ー、と精査すべきだし片白は絶対釣っちゃいけないあのどんだけグレーが白でももう仕方ないですねグレーが白でも別に問題ない釣っても片白は占いで見ればいいから 黒かったよなちょっと4の黒要素まあキーパーさんがね喋れなかったからフェアじゃなかったっていうのも一番でかいけど4番さん黒要素をも,もうちょっと上げれたらよかったですねうん よく広い視点持ってくれてましたね。一番さん最高番さんね。感謝だね、これは。まあそうね、フェアじゃなかったからね。吸盤喋ってなかったから。あそこはもうしゃあないね。まあ、Wi-Fi 切れてたって